こんにちは、柴田です。今回はボスの DS シリーズを3つ鳴らし比べていきたいと思います。 DS1W、DS1X、DS2、 この3つですね。どういう風に違うのか鳴らし比べていきましょう。こんな感じの音で、ではボスの DS1W から鳴らしていきましょう。スタンダードモードですね。ディストーションもトーンも12時。これぞ DS1。 このジャキジャキがいいっすよね。でカスタムにすると、一気にボリュームが上がってズンズンが全然違います。スタンダードモードだと迫力がね、こんな違いますよ。続いて DS1X いきましょう。これね、先にショート動画を LINE 録音したんですけれども、音の解像度はね、正直全然違います。飛び抜けていいです。この DS1X はデジタルなんですよ。それがね、好みを左右してるみたいなんですけれども、個人的にはね、かなりね好きです。一気にモダン感がありますよね。ズンズンもいい感じで、これ DS1 の良さのジャキジャキも残してる。もう一回ちょっとカスタムいきましょうか。これよりもやっぱ DS1X の方が粒が細かい。音の粒が多いっすよね。初期 DS1 はこう音に隙間があるのもね、それもね魅力の一つではあるんですけれども、 DS1X がビシッと詰まってズンと上がってるような感じ。では続いて DS2 いきましょう。ターボオフでね、ナチュラルでいいですね。多分もうちょっとね、ちょっと原因上げましょう。ターボオンは原因を上げた方がね、よりこの DS2 の良さというか味が出る。でカスタムモード、というような感じでそれぞれね色があって良さがあります。お好みを探す参考になれば幸いでございます。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。